こんにちは。私たちはアルクトゥルス協議会です。皆さんとつながることができて嬉しく思います。私たちはあなたが上昇中であり、あなたが経験していることはすべてあなたの上昇の一部であると確信しています。何事も単に不便なものではありません。何事も障害物や邪魔になるものとして見るべきではありません。すべてはあなたのために起こっており、あなたのおかげで起こっています。すべてはあなたの内部で起こっていると言っても過言ではありません。ですから、あなたが障害として経験するすべてのことは、あなたを霊的に成長させるためのものです。まず、あなたは障害物やハードルを作り出し、それからそれを乗り越えたり、回り込んだり、通り抜けたりする力を自分の中に見つけますが、あなたは常に前進します。あなたは常に目の前に置かれたどんな困難も乗り越えます。それは今あなたがどう思っているかに関係なく、誰にとっても真実です。あなたは何かの底なしの穴に巻き込まれているように見えるかもしれませんが、必ず底があります。あなたを通して、ソースエネルギーの拡大が常に継続しています。ですから、時にはどんなことに直面していようとも、今何を経験していようとも、これは一時的なもので、自分にとって役に立つという単純な真実を自分に思い出させる必要があります。あなたには起こっていることすべてにリラックスして呼吸する能力があり、その能力を行使すると望むような良い結果が得られます。あなたは前進し、次の次元の次元へと進むことができます。そして常に課題はあります。5次元でも課題はあります。なぜなら、あなたの次元上昇は終わらないからです。あなた方は、5次元から6次元、7次元へと上昇し続けます。あなた方は、自分自身を伸ばしたいのです。それが、無数の課題に直面することになる地球に来た理由です。あなた方は、そのすべてに備えています。地球での転生に申し込んだとき、自分はマスターだと知っていました。そして、そうです。誰もがアセンションにおいて、自分の役割を果たしており、その中にはあなたも含まれます。自分の役割を果たすためには、あなたらしくなければなりません。つまり、自分に忠実であることは、5次元のあなた、5次元の地球への旅で大きな一歩を踏み出すもう一つの方法なのです。自分に正直になり、自分の感情に正直になりましょう。そうすれば、他の人にも同じことをする許可を与え、皆が同じことをする世界に住み始め、社会が上昇する兆しがさらに見え始めます。すべてはあなたから始まります。あなたは主人であり、創造主であり、あなたの中には考えるあらゆるツールがあります。だからこそ、私たちは医療ベッドを待つのをやめろというのです。どんな救済策も待つのをやめ、自分自身に課した挑戦に挑んでください。それをもっと自分らしくなる機会と見てください。なぜなら、それがまさにそれであり、意識の次のレベルに進むために何が必要かを正確に知っていたからこそ、それをそこに置いたのです。あなたはそれをする準備ができていますか？答えが、はい、なら、もう一度言いますが、何かや誰かを待つ必要はありません。自分の人生、人生に関わる人々、世界を見回してください。なぜなら、それらすべてに、次のレベルに上がるために必要なものが含まれているからです。私たちは何度も言っていますが、ここでも繰り返します。最初に目覚め、他の人に道を示すことに同意したあなたこそが先導者なのです。演説台に立って説教して道を示す必要はありません。まず行動して示してください。そうすれば、彼らに語るべき素晴らしい物語がたくさんでき、
その物語を聞く聴衆があなたにはいると私たちが言うことを信じてください。私たちはアルクトゥルス評議会であり、皆さんとのつながりを楽しんできました。